ソードサンダル映画は、聖書や古典古代の時代を舞台とし、神話や歴史の物語に基づくが大まかで、不自然な筋を持つ冒険映画、またはファンタジー映画のこと。古代ギリシアローマ、あるいは同時代の周辺の文化の歴史、神話に基づいたほとんどの映画は、ソードサンダルの叙子史的映画である。 このジャンルの映画が多く制作されたのは1958年から1964年の期間だが2000年以降になってまた作られ始めた。講義にはベンハー、クレオパトラ、タイタス、グラディエーター、キング・アーサー、10回といった歴史劇もこのジャンルに含めることができる。その意味においては古くからある映画ジャンルである。例えば最初の ベンハーは1907年に作られている。1914年のカビリアは撮影技術の発展において重要な作品で、また筋肉が流々とした俳優が起用された最初のソードサンダル映画であった。しかし一般にはソードサンダル映画という言葉は剣闘士や聖書、神話を題材にしたプロのボディビルダーが主役を演じることの多い。 低予算のイタリア映画を指す。このジャンルは、マカロニウエスタンが作られる前の1960年から1964年の、イタリア映画産業の人気ジャンルだった。マリオ・バーバや、セルジオ・レオーネといった、イタリアの著名な映画監督はこのジャンルから出た。このジャンルで人気のあるテーマは、剣ントやヘラクレス、ゴライアス、サムソン、ウルスス、イアソンと、アルゴナウタイ。 イタリアの伝説的怪力男、チ捨ての冒険である。ブームに火をつけたのは、アメリカ合衆国のボディビルダー、スティーブ・リーブス主演の、ヘラクレスだった。その成功で、続編、ヘラクレスの逆襲や、レグ・パーク、ゴードン・スコット、マーク・フォレスト、ブラッド・ハリス、ダン・バディス、アラン・スティールといった他のボディビルダーを主演とした、低予算の模倣作品が作られることになった。 ヨーロッパの観客には主役に英国系米国人を好む傾向があり、イタリアのボディビルダーは名前を英語風に変えた。例えば、アラン・スティールはセルジオ・シアーニの別名である。ソードサンダル映画の多くはお決まりのプロットを持っていた。それは二人の女性がヒーローをめぐって恋の争いをするというもので、一方はヒーローの助けを求める純真なダムゼル・イン・ディストレス。 もう一歩は、ファムファタールとしてのヒーローの主人である邪悪な女王である。ほとんどのソードサンダル映画に出てくるシーンには、ベリーダンスや、それに似たバレエがあり、それは狂乱の描写を意味し、また悪役側の異境的なデカダンスを強調するものだった。不自然なプロットに、オーバーダビングしたセリフ、主役のボディビルダーの未熟な演技、伝説の生物の描写としては、 なんとも、お粗末な SFX といったすべての要素は、現在の視点から見れば、キャンプさを作品に与えている。しかし、当時の一般の観客にとっては、多くのソードサンダル映画は広く楽しまれ、制作価値もあった。1957年から1965年に、かけて、19作の、ヘラクレスシリーズが制作された。ヘラクレスを演じたのは、 スティーブ・リーブス、ゴードン・スコット、アドリアーノ・ベリーニ、ミッキー・ハージティ、マーク・フォレスト、アラン・スティール、ダン・バディス、レグ・パーク、ピーター・ルーパス、マイク・レインラである。サンバ・カ大将が1962年に作ったアメリカのコメディ映画、おまぬけサンヘラクレスに会うでは、カナダの肉体派俳優、サムソン・バークがヘラクレスを演じた。なお、アメリカ公開時に、 ヘラクレスの名を付けられた以下の映画は、本国イタリアでは別のシリーズに含まれる。1960年から1965年にかけて、25本のマチステシリーズが作られた。サイレント映画、カビリアでマチステを誕生させたのは、詩人、劇作家のガブリエーレ・ダンヌンツヨで、その名前は、ヘラクレスの古代のあだ名だと主張した。 1930年以前に27本のシリーズが作られていて、これはリバイバルになる。なお、1973年にスペインのカルト映画監督、ヘスス・フランコはファンタジーと冒険とエロティシズムがミックスした2本の低予算、マチステ映画を撮った。両作ともバル・デイビスがマチステを演じた。2作はほぼ同じキャストで同時に撮影。 編集されたようである。もちろん1960年代のマチステシリーズとは関係ない。1961年から1964年にかけて9作のウルススシリーズが制作された。ウルススはローマ時代の超人的キャラクター。もともとはヘンリク・シェンケビッチの小説クオ・バディスの登場人物。アメリカではこのシリーズの何本かを ヘラクレスの息子と呼ぶが、イタリア本国では、ウルススとヘラクレスの間には、何の関連もない。1961年から1964年に、かけて、聖書の登場人物サムソンを、スーパーヒーローとした5作の、サムソンシリーズが制作された。なお、サンソンザ・トレージャー・オブ・ザ・インカスがソードサンダル映画にされる場合もあるが、 西部劇の時代の南米を舞台にしているため、ここでは除外する。1960年から1964年にかけて、聖書に登場するゴライアスをスーパーヒーローにした映画が作られた。全部で4作あるが、それぞれには関連性がなく、厳密にはシリーズとは言えない。また、オーソンウェルズが出演したダビデとゴライアスは、 ちゃんとした聖書からの脚色なので、ここには加えない。1960年代にアメリカで TV 放映された時に、イタリアのソードサンダル映画14本を2位に選んで、ヘラクレスの息子シリーズとした。1948年から1965年にかけて、プロットの中で、円形闘技場での剣闘士の戦いを強調した多数のイタリア映画が作られた。 そうした、剣闘誌映画はソードサンダル映画のサブジャンルとなった。その中で代表的なものが、ダンバディス主演の三部作の一本、アイディエテ・グロチャトリーである。ヘラクレス出演時のスティーブ・リーブス1957年から1964年にかけて、スティーブ・リーブスは14作のイタリアのソードサンダル映画に主演した。 それらはこのジャンルの中でも高い評価を受けている。ヘラクレス、マチステ、サムソンといったスーパーヒーロー以外が主人公のソードサンダル映画もたくさんある。とはいえ、主人公となるのはアリババ、ガイウス・ユリウス・カエサル、オデュース・セウス、クレオパトラ、サンジューシ、テッセウス、アキレウス、ロビン・フッド、サンドカン、エルシッドといった有名なキャラクターである。 カーク・ダグラス主演のユリシーズは多くのソードサンダル映画ファンがそのジャンルの流行のきっかけとなった作品と考える作品だが決定的な引き金となったのはスティーブ・リーブス主演のヘラクレスだった。マカロニ・ウェスタンとジェームズ・ボンドシリーズのアリューにその座を明け渡し20年近くソードサンダル映画は作られなくなってしまった。しかし 1982年のロバート・イーハワード原作アーノルド・シュワルツェネッガー主演コナン・ザ・グレートに刺激されイタリアでソードサンダル映画が復活したその中でも有名なものはルーフェリグの主演の4作品であるただし舞台設定は古代ギリシア・ローマではなく王国、万人、剣士、魔法使いが登場する剣と魔法の世界で コナンを安価にコピーしたストーリーだった。それらは痛々しいほどに予算を削られていたために、出来も良くなかった。いくつかの作品では、その欠点をスプラッターと、ヌードで補おうとし、イタリアのホラー映画監督たちに委ねられた。グラディエーター2000年のメインストリームでの成功は、アメリカでのローマなどの古典時代への関心を招いた。ニューヨークタイムズ紙はこれを出版業界の、 グラディエーター効果と呼んだ。ありがとうございます。